共通テストはこれだけ。日本史 b 演習編。現代、昭和時代。1、戦後初の内閣総理大臣は東国宮成彦。吉田茂。東国宮成彦。2、アメリカ軍の日本統治方法は 関節統治。直接統治。関節統治。三。対日占領の最高決定機関は極東委員会。連合国軍最高司令官総司令部。極東委員会。四。 五大改革指令を口頭で指示された総理大臣は篠原貴重郎。吉田茂。篠原貴重郎。五。金融緊急措置令が出された目的はインフレの抑制。デフレの抑制。 インフレの抑制。6。金融緊急措置令で行われたことは円の切り上げ。新円切り替え。新円切り替え。7。過度経済力集中排除法の結果、分割された会社の数は 三百二十五社。十一社。十一社。八。農地改革後、農地全体に占める。小作地の割合はどうなったか。文永道。